聖マラキは、アーマーに生まれたカトリック聖職者であり、死後劣勢された。本名は、メルメドックはモルガイルで、英語式には、マラキオモゲアである。聖人としての名は、聖マラキアスとも表記される。いわゆる聖マラキの予言で知られるが、本人との関連を裏付ける資料は見つかっていない。1094年、または1095年に、アーマーに生まれ、 その地の印象師から神学的教育を受けた時期もあったという。1119年に司祭に除解され、間もなくアイルランドにローマ式典礼を導入すべく競技改革に尽力した。1123年にはバンガーの修道院の再高を目的として修道院長に任命されたが、翌年にはすぐにコナーの司教に任命された。さらに、1129年には、 アーマー大司教だったせい、下落から後継者に任命されたが、代々世襲とされてきた地位の保全を主張する、その家族たちからの強い反発があり、生命を脅かされることさえ経験した。ようやく1134年に正式にアーマー大司教となったが、1136年に後継者を指名し、自らは1137年にデリーの修道院長となった。 ローマ教皇インノケンテウス2世から教皇特使に任命され、クレルボーのベルナルドスとも信仰を深めた。この交流がきっかけとなり、1142年にマラキはアイルランド発の首都を改修動員をラウスに創設した。1148年にローマを目指した旅の途中、11月2日に病が原因でクレルボーにて死去した。その最後をベルナルドスが見取ったという。 1190年7月6日に劣勢された。記念日は11月3日である。ベルナルドゥスがまとめた聖マラキの伝記では、彼は予言の再確があったとされている。しかし、未来について、具体的にどのような予言を残したのかという同時代の資料は残っていないようである。しかし、1595年に突如として、歴代のローマ教皇を予言したという体裁の、 聖マラキの予言が登場した。これは短いフレーズで未来に即位する111人、または112人の教皇の特徴を順に予言した文書であるが、1590年以前の予言と比べて、それ以降の予言が格段に曖昧になっていることや、16世紀に登場したと考えないと辻妻の合わない不自然な点が複数あることから、1590年頃に、 制作された議書であることは疑いないものとされている。他にもアイルランド情勢に関する予言なども登場したことがあったが、状況証拠等からこれも偽物とみなされている。ありがとうございます。